か一そうですね、うんまあ、まあ女芸人のそのまあやっぱり笑わせたいという緊張感みたいなね、はい、ものをやっぱ常に持っていますから <laughs> ちょっとごめんなさい僕が言うのもなんですけどは<い>るかさんその緊張感今日持ってます <laughs> 持ってます今日ももちろん覇気というかね、うん、そういうものをやっぱ常に 心がけて。さっきあります。さっき、あ、出してますよ。出してます。最大限。えーえー、やっぱそういうものが、やっぱ伝わっちゃうんでしょうね。こういう劇場とかに出た時に。ううん、もう小さい子供が。顔を見ただけで、何にも言ってないのに、ぎゃ、うん、ーって泣くっていう。ああ、なるほど、ね。いやそ女芸人じゃなくて、<laughs> はるかの代償ですよ。<laughs> 女芸人全部入れないで。<laughs> いやそこがねちょっと悲しいんですよねあとねこういう劇場って言いましたけどここルミネじゃないで,、ね、うです、ね <laughs> ここ映画の試写会場ですからねちょっと客席がねイルミネっぽかったんでいや分かりますねこんな小さな狭いここまでじゃないでしょうけどもただ女芸人さんと言ってもね例えば誰でしょう桑畑小原の小原さんだとか最近で言うと椿鬼八子さんだとか幸せを手にしている女芸人の方もいらっしゃるわけじゃないですかそうですねちょっとこの焦りじゃないですけれどもそういったものって生まれたりするんですかそうですねやっぱあの先輩方やっぱりの。 幸せになってらっしゃいますけれども、うん、大体の方がまあ40代とか近くでこうあのご結婚されたりも多かったりするので、うん、私たちまだ一応30代なので、うん、まだもうちょっと焦らなくていいかなと、うん、のオアシズさん <laughs>、うん、あと森さんちゅう黒沢さんが行かれてから。うんうん 行くとそうですね先輩に譲ってる状態ですね今大体その辺りの世代の人はそういうこと言うんですよね上の世代がまだ詰まってるんでみたいなあと将来的にはやっぱ女芸人でマンションを1棟買ってみんなで肩を寄せ合って住もうということにはなってますから一人では死なないるほどねご助作用があるということでしょうかもしれませんけどもさあさあ本作なんですけれども幼なじ 親友たちが誘拐を計画し、はいえー、事件の歯車が狂いだすと同時に仲間の関係性も崩れていってしまうっていうお話なんですがちなみにハリセンボンのお二人、はい、関係性が崩れる要は喧嘩したり仲が悪かったりしたことってあるんですか やっぱでも喧嘩はあありりままますすすよねねねそうです、ね、たにネタのことについて結構言い合うっていうことがまあ昔あったんですけれども、うん、もう、あのー、楽屋の中で2人でうわーってこう言い合ってディレクターさんとかがこう入ってこれないぐらいの喧嘩もしちゃったことあるんですよ。はるかは劇場とかで全然声出ないのに、うん、その喧嘩とカラオケだけは声出るんですよ。いい加減にしてほしくて。<laughs> ドリカム歌ってるときと喧嘩のときだけは喉がパカッと開くんですよね。負けたくないときだけ開くんですよね。<laughs> なでドリカムで負けたくない。<laughs> 普段のね収録現場やらこういうとこで負けたくないと思ってくれればね。そうなんですよ。こういうとこはね負けてもいいんですけど。いや負けちゃダメですよ。<laughs> 負けちゃだからその些細なことですけどもネタとかで喧嘩があったりとかお互いほんとでいや想像もつかないですよ楽屋の風景とかお二人見てるとおとなしいじゃないですかお二人ともまあ借りてきた猫みたいな感じでね僕ねこういうイベント何回目ですか何回もやらせてもらってますけどねプライベートなお話したことないですもんね今日初めてですね白い歯を下目取っていいですかって僕から取っていただいたんです 本当にそういうこともあるけれども基本的に芸人さんって仲がよくないなんて話あるじゃないですかお二人はじゃあ仲がいいか悪いかで言うといいですね女性芸人って特に仲がよくないとしちゃうんで女性って男性は仲悪くても舞台にパッと上がればできると思うんですけど女性はなかなかそういうのが難しいので仲良くないともできないと思いますね

まあ一方ハリセンボンさんにおいては一時期ですけれども、ええうん、はる、い、か、えー、さんが、はい、でちょっとお付き合いをされてましたよね,ね、はい、放送作家の方でしたね、はいはい、さ,されていたと、うん、結構テレビとかでも言ったじゃないですかそんな時はるなさんからしてみると、ええええ、どういったお気持ちだったんですか まあ、その時はあのー、まさかだったんですよね、うん、その私が一番最初に聞いた時が、うん、はるかのデートをしてる目撃情報が耳に入ってきて、うんうん、で私はそっくりさんだろうなと思ってたんですよそしたら<あ>楽屋で二人でいる時に、うん、あのー、実はみたいな話になったんで、うん、えマジなんだと思って。はい そこから動揺は1回しましたけれども、はい、でも、やっぱはるかもその当時28で女性としてねあのそういうい適齢期ではありますから、うん、結婚とかもね、うん、適齢期でありますから、うん、あじゃあよかったなと一人で死ぬことはないなと、うん、私は思っていてで私も年下なんでそのうち自分もできるだろうみたいなちょっと余裕な感じだったんですよ。はいうん、でもやっぱりいざ その、まあ、四年ぐらい付き合いまして、別れた時は、ちょっと笑いました。笑うなや。やば、その気持ちは芽生え、えました?。芽生えましたね。やっぱり、こっちに戻ってきたみたいな。はい、はい。やっぱ、り一人になったと。うん。いや、はるかさん、その時のお気持ちは、どうだったんですか自分ばっかり、こう、あの、彼氏ができてみたいな。どうだった。んですか私が、彼氏できることによって、はるなにも、なんか、そういうものが回ってくるといいなっていう気持ちで。すごい応援してたんです。 けどなかなか結果が出せずいやだからその当時ねやっぱちょっと上から来てたんですよ彼氏がいるっていうだけで今の発言も結構上からですよねお前頑張れよみたいななんか春菜はもっと自分に自信持った方がいいよとか言い出しておめえに言われたくねえよってずっと思ってたんですけどアドバイスしてたんですけどねそういう時期もありますねそんな時期もあるけれども基本的に春菜千本さん仲がよろしいということですよね